ナバロンの嵐は、イギリスの作家アリステア・マクリーンが1968年に発表した戦争小説、ナバロンの要塞の続編。映画放題は、ナバロンの嵐である。ナバロンの要塞の続編という形をとっているが、冒頭で、アンドレアとマリアの結婚式が描かれており、ストーリーとしては、映画、ナバロンの要塞に続く形となっている。 第二次世界大戦中の1943年、ナバロンの巨峰を破壊したばかりのマロリー、アンドレア、ミラーの3名に、ジェンセンから呼び出しがかかる。今度の行き先はユーゴスラビア。ボスニア・ヘルツェゴビナの山岳とダムとネレトバ川に囲まれた檻のような地域に閉じ込められた7000名のパルチザン兵に、ドイツ軍の脅威が迫っているというのだ。 海兵隊コマンド部隊の軍曹3名を加えた6名の風力10チームはドイツ軍とパルチザン、それにドイツ側に寝返った元抵抗組織である王統派が入り乱れるユーゴスラビアに降下する。しかし、作戦の本当の目的はマロリーだけが知らされていた。いずれも平井作役、早川処房観光。主要キャラクターであるアンドレアが登場しないこと、主たる任務を アメリカ軍特殊部隊が追っていることなど、マロリーとミラーの作戦目的も含めて原作に、対して大幅な改変が加えられている。またキャストも一新され、内容的にもコメディ色が強い。なお、冒頭部分に、前作、ナバロンの要塞の最後のシーンが使用されている。小説版とは、内容が大幅に異なる。 後にマクリーンは映画版の脚本の一部を下敷きにして小説パルチザンを執筆した。第二次世界大戦中の1943年、ナバロンの作戦をやり遂げたマロリーとミラーはイギリス国内に戻っていたが、ジェンセンはまた彼らを呼び出す。ナバロン作戦の時に重大な情報を敵に流したドイツのスパイ、ニコライが今や証拠として ユーゴスラビアのパルチザンに入り込んでいるので、それを二人で始末してこいというのだ。彼らは、ネレトバ川の橋を破壊する任務を帯びた、アメリカ陸軍の特殊部隊、ホース12同行して、目的地に向かうことになる。部隊を脱走した黒人の衛星兵ウィーバー軍曹を、途中で加えたメンバーは、ランカスター爆撃機で現地に飛ぶが、敵戦闘機に襲われ、 優ゴの地に降り立ったのはわずか5名だった。窮地に陥った彼らは、パルチザン隊長の娘マリツアの助けでなんとか、パルチザン部隊と合流し、橋の上流のダムを爆破しようとするが、その部隊こそ、今は、レスコバー隊員と名乗るニコライが潜入する部隊であった。果たして作戦の行方はこの記事は、以下のカテゴリーでも参照できますが、バロンの嵐に関するカテゴリー。 ありがとうございます。